はい、お待たせしました。この辺長いのはちょっと面白いですね。とりあえずちょっと両替機前は通るようにしてください。通り道あるようにね。申し訳ない。だから僕の方に寄ってきてください。言い方おかしいだけど。はい、録画開始してます。アンダーナイトインバスエクセレートエスト10月の17日土曜日20時。今日の参加者は11名、いい人数です。今日もたくさんいますね。まあ定員のね2人はいないんでね、3人かな、一応デモさん含めれば。まあそれでも十分です。それじゃあ11人でシングル大会アンダーナイトインバスやっていきましょう。はい、皆さん拍手お願いします。はい、で左からやっていこう。なんかもう右からとか左からめんどくさくなってきたから、うん、ゼロガジェとかもう関係ねえよ。はい、次。はい、次じゃねえ。もう終わってるみたいな。はい、じゃあ1回戦キラさんとお水さん、お二人ワンピー、ツーピー、オッケー。ワンピーが座るのがキラさん、ツーピーが座るのがお水さん。あー、ちなみにもしかしたら僕は途中で抜けるかもしれない。もし抜ける場合はアンダーナイトインね、鬼勢がとりあえずマイクを仕切ってください。お願いします。さあ、音量調整は大丈夫と信じたいんだけどね。マスターボリューム小さかったんですから。さあ、1回戦目からホノン同士キャラの潰し合いですね。今回は、ホノンが2人、暁1人、カマイン1人、白夜1人、バリスタ1人、まあ、とりあえずホノン2人ということでやっていきましょう。あ、ちなみにランダムが今日2人いますんでね。はい、ランダムでは多分優勝する気でいるでしょう。ハンドン出ていく。そうだね、梅さんやってるの久々に見たね。ただしっかりと画面端の限定コンボしっかり入れていく、殺しに行く、殺しんだね、ぴったり起きる、いいですね。さあ、ほぼ完璧といっていいでしょう。まず1本取っているのが梅さん。この同士やりづらそうだね。振ったら何か確定しそう。確認できる。さあ、あっという間に画面端。なんで自覚しすぎやね、いくらなんでも。さあ、ダッシュビーガルの中段、インクリスタミナ中段になりますからね。投げ、こういうことだよ。色がもさ、いろいろ言いすぎるかなんかよくわかんないけど。さあ、まあ、と飛び込みジャンビーだっけ、ジャンシーか、あれはワンコン、えい、もう一度。さあ、しっかりと、これは信じてない。えっと、あ、調理できるのか。そうですね、イグレストで殺してた。あー、いいですね、いい読み合いをしていく。さあ、一本取って投げていった。さあ、いちいち。まあ、リップ数的にはね、海さんの方がちょっと高いんでね。やめろ。いや、もしかしたら、キラさんいけるかもしれない。さあ、マンコンがね、しっかりしていく。きっちり適正的なダメージ与えてるっていうか、最大決めてるのかな。確認できたけど、うまくつながらない。バックスあんま強くないですよ。わー、見てる。三振差し込み、ゲージ払って、これは100たまった。しっかりと倒してきた。ということで、梅さんの勝ちです。おめでとうございます。さあ、次どんどんやっていこう。インデックスとシルバーさん、うっとうしいから無駄に動くなって。シルバーさん、インデックス、狙いがそれると私の芸術的な傷跡。あれ、スロッコ、その美しさも還元するだろう。何やってんすか、スロッカス。ゴッドイーター入りましたからね。いいよ、大丈夫。あ、好きだ。はいはい、スロッカスのインデックス。なんかめんどくさくてな、ゼロ回戦あったんだけど。まあいいさ、しょうがないじゃない。大丈夫大丈夫、しょうがないじゃん。11人のシングルトーナメントだよ。いやー、しょうがない、どちらにせよそうなっちゃうから。さあ、やっていきましょう。インデックスさんはランダムですね。ああ、それ下連打して押して、うん、そうか、もう1回押してきればダメなんだ。
さあ我になりました。てか誰か押す役にならダメだね、ランダム今回。うん、まあ確かに。押しちゃうと恨まれるっていう。いやまあしょうがないね。さあランダムのインデックスはワレン、一方シルバーさんは、はい、バリスタです。まあキャラ的な意味だとどう考えてもバリスタの方が有利かな。判定もでかくなっちゃいましたかね、ワレン。まあただ第一印象がいまいちわからない感じな。確かにビームしてればいいっていうのはありますけど。さあ距離を詰めてワンコンボ、インデックス全然できない。なんでランダムを選んじゃったのこの子。なるほど。とりあえず強い技を振りまいていく。でも大事ですよ。あーでもまあ距離離れながらの攻撃っていうのがバティスタのね連邦ですからね、この場合は。おっおっしっかり胸切りに繰り返していく。確定でしたね。さあ1本取ってくるインデックスバレン。今射程してたかな。あ、まあ射程するか。ダメージ取って1600。バディスタムシンが、おお、確認できますね。できますできます。まあ安いしちゃ安いですけど。さあいいですね。ゲージ角度と測れると同じでしたね。2100。さあ暴れていてビードリルを買っていく。ダメ足出し入るね。それなんで、おい、あーでもこれでも3000円取れるんだ。十分ですね。3500か。ビーム威力かっけ。あーっともう一回ジャンプ必要だったんじゃないかな。まあ、さあ攻めに行く。中段見えない。あーガード一回でしたかったのかな。ということでワレンのインデックス感じです。おめでとうございます。何やってんすか。はい、次右上行きます。じゃあ鈴木さんと落書きさん。まだ世におるとはな。鈴木さんで落書きさん。はい、これだけはこの夜に感謝をせねばなるまい。ゲームオーバー。はい、ワンピガーさんのが落書きさん、ツーピガーさんのが鈴木さんです。やっていきましょう。鈴木さん前回ゴールドだと思ったら美白屋になってる。はい、ということで、はい、どうぞ美白屋になります。美白屋もまあバグがなくなったからといって別に弱いわけじゃないからなっていう。この力で終わらせて。相変わらずね、うん、ダッシュビーが強化されてるんだよね、エストで。なんでっていう。あ、カラーいい。男キャラのカラーって好きなんだよね。俺結構気に入ってる、いろんなキャラ。ただ赤月はちょっと、もうちょっといろいろあってもいいかと思うね。あ、いいですね。ジャンプにしダメでしたっけ。投げ、しっかり飛んでいる。ちょっと見てんな。あーっと、さすがに経験させてくれないんで、もう時間の方が有利になっちゃうかな。ただ一度はめるとやっぱ白夜が強いからね。まあね、まあでも画面させは面白いんだよね。白夜もさすがに何も切り返しがないってのは知ってるだろうし、100% あったのか。まあでもインクリス使わないか。インクリスじゃない、インフィニットワースか。さあゲーム入って一歩取っていくのが落書きハイド。あ、胸キラー、ディストハード素晴らげ。あ、消えたらね。ただ重ねられたらアウトってことか。あ、まあまあね、ああいう調子いい。へい、はい、ワンコン。おっと遠いよ。ちょっと欲張った。ただ受け身届かなかった。相手が終わりだった。微妙に抜けたね。微妙に抜けてましたね。ただやっぱ地続でやられるんですね。おっと、じゃあそれでちょっとマイクを買っていきましょう。そのまま寝てな。今日店員一人しかいないの。はい、インデックスだじゃん。なんなのあの人たち。はい、勝ったのはラグアキハイド。脱世勝ち方だったな今。次フランジールさんとフランジールエリートヘ過去狩り